そうですけど、いや本当本当、それで、まあ、そういうところもあって、まあ、なんで引き受けたかって、まあ、本当に戻ると、まあ、一回その会社の息子に譲ったところだったし、ちょっと俺がいなくなった時にどんだけの影響がこの会社にあるのか、例えば前、まあ、ライオンズに戻る時も、まあ、税理士とも話して今のうちにある預金、会社にあるお金と、まあ、従業員払うお金とっていう、まあ、1年でしょうねみたいな持つのが、そのライオンズからいただく年収だとみたいな、だからまあそういうのも含めて息子に連絡したの、言えないじゃないですか人に、お金のことか、あ、違う、その巨人から話来たなんてことは、で、豊ちゃんと会った時もなんかやっぱりできないから、もし聞かれても嫌だし、なんかどうやって知らばっくれようかみたいなのありましたよ。でも言わねえのもやらしいし、でも言っちゃダメだしみたいなのね、仲いいと。で、まあ、息子にはすぐ連絡して、ちょっとさ、ってこういう話来たんだけど、ちょっとどうしようかなみたいな、いや、お父さん、どうせやる人でしょみたいな、頼まれたらやるんでしょみたいな言われて、まあ、嫌とは言えない性格だからな。そうなんですよ。で、ちょっと待ちくださいみたいな、文章 もう必死で考えて、送っちゃったみたいな、ちょっとお待ちしてもらっていいですかって、ゆっくり考えてくれてきたんですよ。ゆっくり考えれるわけないじゃないですか、まあ、パンチ佐藤さん状態でしたよ。僕の心は一つですみたいな、まあ、まあそうだな。でもまあとにかく会社のことと大丈夫っていう、税理士もちょっと相談してね、言うなよと、どうやって動くんだ金はみたいな、まあなんとかしましょうみたいなでいう話になってて、もういいやと、だすね、なんとかなんだろうみたいな。でも責任重いのはもう十分分かってると思うんだけど、もうそ、でその中の自分の中では、うん、まずその担当コーチとして監督を支えれるのかと、監督はそんなに思ってないことも分かってるんですよ。何があってノーヒットノーランを杉内に9回2アウトまで完全試合やられてて、代打の中島ってのがフォアボール選んでノーヒットノーランで済んだんですよ。あの時僕ねドームだったんですけど、星野監督じゃないですか、やられた瞬間後ろから刺してほしかったですよ、ぐさっと。俺はこの世からいなくなりたいっていう、まあそのぐらいの心境にはなるよ。でも自分が監督やった時にノーヒットノーランやられそうなのことなんか年中あるわけですよ。あの頃打てないボールもそんな飛ばない時に受けた時期なんですよ。そうするともう、まあ、バッティングコーチ慌てる気持ちも分かるから、だからまあ僕なんかずっとコーチやった、担当コーチやって監督やんないとうまくいかねえんじゃねえかっていうのも今本気で思ってるんですけど、そうすると、まあ、平石とか焦ってるわけじゃないですか。その後草野って田代さんが途中でこうファーム行ってもやめちゃったから草野来て、まあ、草野以外に能天気なんですけど、平石は責任感強いから、いやーやばいやばいって顔してるけど、まあ、それはそのままほっとくんですけど、いやこれやられた方がこういう若いコーチ連中も屈辱的なことを味わえばね、選手もいいなと思っての監督なわけですよ。もうちょうどいいやって、まあね、うん、このぐらいいい経験ならこの弱いチームがあってっていうところも分かってるわけですよ。でそういう気持ちの方にヘッドコーチならもっとこう進言ができるわけじゃないですか、正直。で僕らが監督がいろんなことを考える、このホワイトボードでいろんなことで監督とかヘッドコーチやるでしょ、試合って、うん、こうやってこうみたいなね、なんだ翌日とか3戦目みたいなことも考えて、いやこれ福山入れちゃってやばいなとか、でそこを監督にこういかがこうなりそうなんですけど監督いかがですかね、考えてくださいってやることはできると思ったけど、いざ担当コーチとなってバッティングだけを見るっていうのに、しかも新之助がヘッドコーチっていうのもイメージにあったんですよ、聞いてないけど、いやじゃ あの子監督ヘッドに置くとしたらどうやって俺は動いてあげれば一番スムーズなんだろうと、やっぱ頑張りますよね。で監督すごいのはやっぱりナンバー2って若いやつ置いた方がいいんですよ、まあね、組織って、まあね、でもそこそこ年がいっちゃったの置くじゃないですか日本は、じゃなくてああいうのすごい素晴らしい抜擢だと思ってたけど、それも考えていやちょっと難しいんじゃないかなっていうのがまず一つメンタルね。でもう一回体力ですよ、俺体力持つんかなって、だから今はもう歩いて歩いて今日もこの後歩く決めてんですよ、自分で毎日も歩こう、だいぶ良くなったんですけど、そういうことももう実際いらない苦労と思ってたんです、引き受けるまでは、まあね、もういいよって正直ね。僕ねお金持ちになりたいのないんですよ、あんまりないよね、お金に困らない人生ならいいんですよ、だからお金はあったら使って楽しみたいタイプだもんね。そうそうそう、でゴルフもプロゴルファーでそのプロに融通きかしてくれるコースは、まあ、本当に安いお金できるし、だからそれが週3回やって健康のためにやってね、で夜店来て5000ぐらい使って一人で飲んでやる最高の人生ですよ、酔っ払って、ね、おやすみみたいな、あれコンタクト取ってねえぞ俺みたいなね。いやそれでさ、バッティングコーチを引き受けて楽天の時っていうのは誰が打順とか決めてたの、監督の時。それはヘッドが持ってくんです、バッティングコーチとヘッドコーチが話し合って。それはどうするつもりなの、ジャイアンツはどういうシステムでやってる。システムは僕と亀井で、うん、ある出して、でそれを新之助に、まあ、ヘッドコーチに渡してヘッドと監督で話すっていうシステムですかね。
マーティはちょっと違ってたんで、もう新之助がヘッドコーチが決めて監督取りに持っていくっていう状態だったの、これからはちょっと違くて、やっぱ我々バッティングコーチも責任を負いたいわけじゃないですか。じゃないとつまんないよね。じゃあもうだから僕らが決めないで出したらもう勝手にやってって話になっちゃうんですよ。まあそりゃそうだよ。もう打てないの俺らのせいじゃないですよ。そりゃそうだよ、ね、もうヘッドコーチでしょみたいな、監督でしょみたいな、そうじゃないんですよ今年は。もう監督とも話し合いができてて、で、いやでもね、俺監督すごいと思います、あの人ミーティングでちょっと次回もらえるかみたいな、分岐という言葉を出したりね、全員にハマるんですよ。隼人も来てて、新人みたいな子も1年目の子もいれば、まあ、中堅2軍とギリギリ、みんな俺にも分岐があったんだよみたいな、全員分岐、俺も分岐じゃないですか、ノーンとしてたのに。まあでもみんなに当てはまるよね。そう、それをこう自分のことを言いながら、そこの分岐でどうするかだよっていう。だ、仙台の2軍監督になった時に集団の心理で一番やっぱ国が何をやってるのか知りたいと思って、高城の駐屯地行っていろいろ教わり行ったんですよ。たまたまその前の都知事塩見だ、唐島だとかをこう駐屯地に送って、サバイバル の、 そのトレーニングを誘うみたいなことがあって、まあピッチャーな、そう、休み行ったのかな、まあ行ったんですよね。で行ったらやっぱりその自衛隊の言葉に、まあ詳しいことは間違ってるか分かんないですけど、我々下級指揮官は死に方を教えるらしいんです。死に方を覚えれば生きていける。で、上級指揮官は死に場所を教えるっていう。なんかちょっと面白いね。池田近草さんっぽいじゃないですか。近さんみたいなね。ポエムみたいな。でもそこに実は答えがあるのは、右左こう道があると。9人変態組むんだって言ったかな。最初の新入隊員が来ると。で、隊長入れて9人の変態で右に行ったら絶対全員死ぬって分かってると。でもこれを右に行かすのが集団のその組織なんだって。いや左が助かるよってもそっち行かせない。ことをまずこうできなきゃいけない。で、ただ時代的に今は投書箱みたいなのがあって、伝書箱みたいな、自分のそのストレスを発散するもう無記名で書いて、それをまあ上級指揮官たちがじゃあ通してあげようっていうことをやらないと、だから非常口は開けてるらしいですよ、いつも。そういうのをこう聞いていくと、原監督やってるのはもう非常口も開けてあげてる、分岐も教えてくれてる。じゃあ何するのって言ったら結果出せよっていうだけなんですよ。で、結果出さす方法はまあ俺たちがやるしかないなみたいなとこがあって、でその話し合いも聞いてくれるわけですよ、ね、やっぱりあのクラスは星野監督にしてもなべちゃんなんかも任せてくれて、こっちはお伺い立てるけど、デーブさんお前好きにやれよみたいな、いや毎日ちょっと広告が差し替えていいんだよ、お前に任せてんだから、いやいやお願いしますみたいな、まあ聞いてほしいよな一応はね、うん、だまあそういう意思の疎通ができてる。で、まあ、二軍監督の気持ちも分かるってなると、まあ、自分が果たしてどういう役に立てるのかは考えましたよね。やっぱ案の定こう、まあ、自分の思ってるストレスになりそうなものが現実秋は起きてたりとか、でもそれも含めて監督とも話し合い、別にチンコロ入れてるわけでもなく、やっぱりしっかりとしたそのワンオンワンっていう時間を監督作ってくれるんですよ。時にお前さんどう思う、僕は私はこう思います、で監督どうされるのかなと思ったらきっちりそこは話ができてるとか、早いですよやることも。でもまあ実際こうキャンプ行ったりとかいろいろ若手も見てきたじゃない、うん、誰がいいの、すげえこれ出てくるぞみたいな、まあ、守備部門を抜いてですよ、うん、まあバッティングコーチだからね、うん、はい、守備部門を抜くと